8月3日より坂出市の府中湖で行われる全国高等学校総合体育大会インターハイカヌー競技。そのインターハイに坂出高校カヌー部はカヤックシングル、カヤックペア、カヤックフォアに登場します。また将来国際舞台で活躍できる選手を育てる令和4年度スーパーアスリート育成事業にて、育成事業指定選手に選ばれている谷本夢乃さんと北葵さんは、昨年のインターハイではカヤックペア200メートルで3位となっています。そんな2人は今年は500メートルで優勝を目指します。インターハイではシングル、ペア、フォアともに決勝に出場することを目標としています。毎日自分の課題を出して、それを達成できるように日々頑張っています。インターハイではフォアで決勝に進めるようにしていきたいと思います。しっかり自分のフォームをチェックし修正して毎日の練習に取り組んでいます。インターハイの目標はフォアで決勝進出を選手を進出することです。僕は高校からカヌーを始めたので、皆に少しでも追いつけるということを意識してこれまで頑張ってきました。インターハイでの目標はペアフォアと2種目に出るので、その2種目のどちらも決勝に残ることです。そのために普段からしていることは、顧問の高木先生に改善点などを教えてもらい、タイムを1秒でも縮められるように練習をしています。私はインターハイで4人乗りのフォアに出るんですけど、その種目で少しでもいい色のメダルを取りたいと思って毎日練習してます。練習できる機会がなかなかないんですけど、その一回一回を大切にして、一本漕ぐごとに改善点を見つけて、ちょっとでもいいタイムが出せれるように頑張っています。今回のインターハイの一番の目標は、3年生の谷本先輩と組んでいるペアで優勝することです。谷本先輩は今年が最後で、このインターハイが、このインターハイで引退することになるので、最後に漕ぐ相手としてやっぱり悔いが残らないようなレースをしたいし、その谷本先輩にしっかりメダルをかけてあげられるようなレースができたらいいなと思っています。今回のインターハイの目標はペアで優勝すること、そしてシングル、フォアともに決勝に出場することです。それに向けて、フォアの仲間たち、ペアの相方と、動画を見たり、いろいろ試行錯誤しながら練習を頑張っています。私は最後になるので、悔いの残らないレースをしたいのと、あと一緒にフォアを漕ぐ後輩たちに次につながる、何か得るものがあるような、実りある試合にしたいと思っています。坂出高校カヌー部はインターハイに向けて日々の練習に取り組んできました。大会本番でも最高のプレーができるように応援しています。